の巨人に光を当てるな。壁って全部巨人でできてるの？僕たちはずっと巨人によって巨人から守られていた。足音みたいな地鳴りが聞こえます。南より巨人多数襲来。ウォールローゼが突破された模様です。付近の民家や集落を走り回って避難させなさい。戦い続ける限りはまだ負けてない。その武器は何て言うんですか？僕の森に私の村があります。ここはもう人が住める土地じゃない。走らんかい。サシャ立派になったな。俺だ、ゴニーだ。こいつどうやってここまで来たんだ。なんで私にそこまでするの？生まれた家と関係ある？ああ、ある。壁が壊されていないとするなら巨人はどこから侵入してきているのでしょう？なんだあいつは。巨人、ここの中、俺の最後は。いや、ここじゃねえだろ。昔のライナーは戦士だった。今は違う。これはただの私の願望なんだがな。お前胸張って生きろよ。生まれ変わることができたなら今度は自分のために生きたいと。私の名前ヒストリアっていうの。俺たちはガキで何一つ知らなかったんだよ。こんな奴らがいるなんて知らずにいればこんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに。やるんだな今ここで。勝負は今。やる、逃げろ。ここで決める。裏切り者。エル、戦ってはダメだ。上だ。エル、あの二人をやっつけて終わりだと思ってんのならそりゃ大きな勘違いだ。敵はなんだ。そりゃ言っちまえばユミル、お前の目的はクリスタを守ることだろ。ライナー、クリスタだ。連れ去るなら今だ。この壁の中に未来はねえんだよ。ベルトルト、エレンを返して。誰かがやらなくちゃいけないんだよ。誰かが自分の手を血で染めないと。エレンを奪い返し即帰還するぞ。心臓を捧げよう。あと少し、あと少しなんだ。逃がさ。エレンを連れて帰る。故郷に帰るんだ。兄を置いていくの？エレン、お前らの母ちゃんの仇を俺がぶっ殺すところ。今巨人になんなきゃ意味ねえだろ。伝えたいことがある。一緒にいてくれてありがとう。私にマフラーを巻いてくれてありがとう。なんであいつが食べられてるの？この世で一番それを持っちゃいけねえのはエレン、お前だ。あの時巨人たちにそうさせたのはエレンじゃないの？今回出現した巨人の正体がラガコ村の住人。つまり巨人の正体は人間であると。